告知。アフロカップ開催決定、参加者絶賛募集中です。優勝特典にはなんと PC が、詳細は概要欄から。余裕でランク勝っちゃおうということでね、本日もやってまいりました。どうもゾンビです。本日はですね、まあランクマッチでね、まあもう余裕で勝てちゃうよっていう戦術をね、皆さんに教えていきたいと思います。みんなランク上げたいでしょ、そういうことなんですよね。ランク上げたいということは、この動画を最後まで見た方がいいと、そういうことになってきます。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。ということでやってまいりました。本日もねランクからお届けしておりますけども、本日はねいつもみたいにねなんか戦ったりねそういうことするんじゃなくて、ランクでのね戦術というものを皆さんにね教えていきたいと思います。皆さんランクの時どうやって立ち回ってますかね。結構ね初動からねメガシティとかね降りていく方も多いのかな。まずねランクマッチで意識してほしいことはですね、固定降りというものをね皆さんの中で作ってください。僕で言ったらこの場所なんですけどね、皆さん結構見覚えあるんじゃないですかね。ここにもう動画撮影といったらここに私降りてるんですけど、まあ、なるべくね人が来ないところ、最初の運要素をなくすっていう意味でも、過疎地で一人で十分物資が足りるぐらいの量の場所をね用意していただければと思います。まあ、この場所結構おすすめですね。ただちょっと僕の動画撮影場所なんでちょっと来ないでいただけると非常に助かるんですけど、でこれね実際僕今ランクマッチ来てるんですけど、今僕エリートなんですね。エリートともなるとやっぱりちょっと敵がね強いと、戦いにおけるコスパがね非常によろしくない、戦うだけ無駄と言っても過言ではないですねこれ。なんでこの動画の立ち回りをするときは AR を持ちましょう。そして移動系もねしっかり持っておきましょう。ショックウェーブがね最強ですね。実際にこの戦い方したらね何パーセント上がるかっていうのをねみんなに見てもらいたいから、ちょっと頑張って敵とそんなに対峙しないようにしていこうかと思います。で、拡張もね、逃げれそうなのを持っていきましょう。で、そう、資材を集めることだね。木とレンガはね、多分すぐ集まるから、そいつらを集めて、身を守るための資材を集めると。で、もう、初動でこうやって喋ってるうちに、もう40人と、やばくないかと。で、もう物資が整ったら、もう、こういうね、開けた場所にいない。こんなとこにいたらね、やられちまうから、立ち回りでね、ランクを制していこうというわけですよ。我々のコンセプトとしては、アンチ見て、あっちだと。そしたら、もう次の円の真ん中に行くと。そうすれば、変に移動しなくても大丈夫。でソアリングスプリントが出たらできるだけ取っておけるとね、いいですね。これなんでかっていうと、もしねハイグラを取れた時、そういう時に落下死をしなくなると、資材がなくなってもね、それが非常にね重要になってくると。この立ち回りね戦いあんまいらないから、ちょっと雑談でもしようかなって思うんだけど、いやアフロカップね皆さんエントリーありがとうございます。もう締め切りがね着々と近づいてきてるんでね、無料でね PC ゲットしたいよって方はねまだ時間大丈夫なので、エントリー無料なんでよかったらねエントリーして無料でねいい PC 勝ち取ってください。僕が使ってるこの PC よりはいいものを提供するので、めちゃくちゃ参加する価値ありだと思います。だって0円だもんね。でもしかしたら参加賞で V-BUCKS が当たるかもしれないと。そんな美味しい話ありますかと、裏があるんじゃないかって思われるかもしれないけど、裏はないと。残念ながら裏は存在しません。でね、そうメンバーシップもね解説したんで、こういうね、まあ、ランクでの立ち回りとかだったり、対面の仕方だったり、そういうのもねメンバー限定配信とかメンバー限定カスタムマッチとかでねいっぱい紹介していこうと思うんでね、よかったらメンバーシップの加入お待ちしております。基本的にランクで対面に自信がない人はもう何もしないと、何もしないことが大切で、定期的にアンチを見ると。このランク負けちゃう人にありがちなのがね、アンチを見れないっていうことなんだよね。もしギリギリでその人のこと倒せても、アンチギリギリとかだったりするから、もし倒してもアンチダメージで死ぬとか、アンチの方から撃たれて死ぬみたいなことがあるから、アンチは常に気にして動くようにしましょう。でできるだけね高い場所を取れるとね強いですよね。もうキモいって多分敵には思われるけど、それでも構わないと。いや戦い方としてはねそこそこキモいんですけど、しっかりとランクを上げていくなら、ね、こういう風に資材を集めて高いところにいる、これがねバトルロワイヤルのね、まあ、基本っちゃ基本ですからね。ジップラインとかもねできれば使いたくないですよね、できればだけど。ちょっとアイテムの痕跡残しておくのね鍵つけられそうだから、ここにねこうやって置いとくと、次があっちです、こっちだって。ってことはまあここが強いだろうね。もうアンチを見てアンチを見て、でその中で一番強そうな場所、高そうな場所を目指していくと。そうするとほら見てください、あら不思議、残り18人ですよね。なんでここを選んだかっていうと、ジャンパがあるからですと。ちょっとここ危ないね、危ないからこうっすね、これが完璧。できるだけね建築の痕跡とかも残さないようにすることがコツかと思われます。でジャンパがあるとね次のアンチもね余裕で迎えるから、ジャンパがあったりねできるだけ高いところに潜むようにしましょう。ちなみにこれ念のために言っとくけど、ランクであんま戦いたくない人用の立ち回りだからね、その戦いたい人は全然戦いに行ってもらって結構っす。敵が強くなってくるとね、なんかだんだんランクも厳しくなってくると思うんですよ。で終盤になるとどっちにしろ勝手にキル取れるから、アンチはこっちらしいです。ってことはあっちに行けばいいと。これもう簡単でしょ、ただただ先回りで移動してるだけ。
ここに櫓作っといて、で石を買っとこう。お、狙われた、初めて狙われたぜ。わあ、うん、なんか詰めてこないタイプの人だね。どうしよう、戦ってもいいんだけど趣旨的にあんま戦いたくないっていう。ジャンプ取られたね。そうなんですよね、溶かせるな。どうなんだろう、溶かしちゃう、あの人やってんね。でもここで俺は手を出さないと、あえて手を出さない。あ、言っちゃった、ごめんなさい。あー、めっちゃ溶けるな。あー、ノー、あ、強い。ピザパーティー出たね。これであそこの櫓に帰れたらでかい。俺の櫓のとこに人いるんだけど、まあでもいいか。痛い、それは聞いてない。できるだけ戦いたくない。でも資材いっぱい集めてたから大丈夫ね。なくなってきたけどまだ生きていけると。でこれね、上の人がね、なんか攻め気だったら上の人が行くまで待ってた方がいいですね。で上の人削ってから自分が移動するといいかもしれないですね。アンチがここだと。No、 ログラ、先端、もう先端に向かってただただ走り続ける。ほら、そうするとなんか生きてるから。ほら、なんかもう残り3人だぜ。アンチを背中まで待って取っと。まあこんな感じでね、3位までいけたと。ほぼ何もしてないよ、対面してない。対面ゼロで、まあ2キルでね、適当に打って3位までいけると。でまあね、こんな風に強そうな人たちとかといけて、ほらエリートでこんだけ上がるってことは、多分普通のランク帯だったらめっちゃ上がると思う。ということでね、皆さんも対面に自信がない方はね、この戦い方実践してみてください。意外とね、安定すると思います。ということでね、この動画がいいな、参考になったって思った方はね、チャンネル登録と高評価、そしてコメントよろしくお願いいたします。年内1万人まであと1300人ぐらいかな。ということで、皆さんの登録ぜひぜひお待ちしております。それではまた次回の動画か配信でお会いいたしましょう。以上、イモでした。またねー。